ケイちゃん、とんでもないこと考えつきましたね。昨日の夜電話でちょこっと聞いたときは、てっきり寝言かと思って聞き流してたんですが、まさか本気だったとは。しかも字汚いし。それは関係ねえ。しかも寝言とはなんだ。寝言とは、俺はお前の中じゃどんなキャラなんだ。聞きたいですか。いや、聞きたくない。それにしてもこれはかなり大変だぞ。いくら出店レベルで規模が小さいとはいえ、大丈夫か。はい、その点は町内会の詳しい人に聞きまくりましたから。ケイちゃん、分かってます？祭りの屋台ってのは明らかに純和風なものばかりですよ。その中にこんなハイカラな衣装を出現させて、お年寄りの皆さん目を回して鼻血ブーなんてことになっても知りませんからね。年配の人の方が意外にウケるかもしれないぞ。なんせこの村じゃ若い子のこんな衣装を見かける機会、他だと学校かマニア向けの店くらいしかないからな。さらっと問題発言しないでください。それに祭りだから衣装の上から発表着ればいいんだ。そうすれば教育上どうもっていう頭の固い大人への言い訳にもなるし、その手の人には中身を見たかったらぜひ見せって宣伝にもなるじゃないか。うわ、ずる。せめて作詞と呼んでくれ。それに確かに一度入ればやみつきにさせる自信はありますが、家族連れで入るにはちょっとハードルが高いかもしれませんね。むしろ走り高跳びレベルかも。いや、棒高跳びか。そんな感じにエンジェルモートのことをよく知ってもらうには絶好の機会だと思うんだけど、どうです？そうだな、収益のことを考えたら今のままでも十分なんだが、やっぱりお菓子を扱ってる店としては子供たちとか若い女性にも食べてもらいたいのは確かだな。後半の方に力がこもってましたね。いやいや、俺の趣味で始めた店とはいえ若いギャルに囲まれた職場の目標を達成した。次は大人の女性ともお近づきになりたいと考えるのは人情ってやつよ。わかりましたよ。私も興味がないわけじゃないですしね。というわけで、はい、これ参考までに商品の原価と経費の見積もり書です。っていうかすごい原価なんだな、ケーキって。ほ
んな材料費であれだけの価格つけて売ってるのか。何ですか、キャッチバーみたいに失礼な。だって人件費とか衣装代とか何やらが普通の店よりも割高ですからね。これでも結構勉強してるんですよ。それ以外にもケイちゃんたちが大暴れした後の清掃費とか、ケイちゃんたちが壊した洗面所の修理費とか。すいません、あの時はやりすぎました。反省してます。あの時の武勇伝は聞いてるよ。シオンちゃんがそりゃもう上機嫌で話してくれたからね。こらおじさん、余計なこと言わない。あ、でもケイちゃん分かってます？屋台の食べ物の基本は食べ歩きですよ。フォークとお皿だと食べづらいし、使い捨てでも原価が上がりますよ。けど焼きそばとかたこ焼きなんかと同じだろ。割り箸と安物のパックだって。いやいや、ケイちゃん想像してくださいよ。ケーキを割り箸で食べるなんて、食べてる方も見てる方も美味しそうに見えると思います？あ、それならクレープ生地にくるんじゃうってのはどうですか？でも汚れないし、ケーキと一緒に食べてしまえるからゴミもそんなに出ませんよ。え？ごめんなさい、口を挟んで。でもせっかく私たちも参加することだし、アイデア出しに協力させてもらえませんか？あ、いえ、それは大助かりですが、皆さんお仕事は大丈夫ですか？今は私たち休憩中ですから、もしできれば閉店した後にでも、みんなでどんなものを出したらいいかいろいろ話し合いたいんですけど、どうですか店長？いいのか？綿流しは3日後で期間もほとんどないんだが、手伝ってもらっても？ええ、文化祭みたいでとっても面白そうだし、それに園崎さんの思い人のためとあればね。え、それは私の姉、汚い園崎。こっちは綺麗な園崎です。園崎姉妹を両天秤とは豪気な男だな、前原くん。ぜひとも茜さんと戦って勝利を勝ち取ってくれ。え、あ、いや、こわっ。よし、せっかく参加するんだ、みんな今後は綿流しといえばエンジェルモートってなくらいに思いっきり盛り上げてやろうじゃないか。もし売り上げが祭りの最高額を達成したら特別ボーナスもつけてやるぞ。やったー。そして一番売り上げた子には俺と一緒にディナーにご招待だ。いえ、それは遠慮します。たくましいでしょ、うちのウェイトレスって。たくましいんじゃない、ずぶといんだ。あ、そうだシオン、これ返しておく。もう読んだんですか？で、どうでした？感想は。どうもこうも荒唐無稽というか、本当にとんでも本の類だな。
林郎様が宇宙人？しかもウイルスをばらまいて村人を支配？そして古出家の人間を崇拝の対象にして、君吉家と園崎家がそれを講演しながら信仰の薄い者にはたたりをもたらす？なんていうか、全て推論ばかりで訳が分かんなかった。そうでしょうね。私もちょっとだけ見ましたけど、まあ無責任な立場から好き勝手書いてるもんですから、途中からバカバカしくなりましたよ。人体実験とかウイルスの研究に生きた人間をサンプルとして使用しているなんてのはちょっとオカルト雑誌っぽくて面白かったですけどね。シオンはどう思う？タタリについて。どうとは？タタリの何に関してですか？結論から言いますとね、園崎の関わってる可能性はゼロだと思います。まず1点目、信仰対象への畏怖心を強めるのであれば、園崎家が古出家の人間を手にかけるわけがない。次に2点目、この村の支配力はダム工事の5年前から園崎家だったことを考えても、古出家からの簒奪を企んだ陰謀とは考えられない。最後に3点目としては、古出家を手にかけることで本来闇の部分である園崎家の暗部を警察に探られることにもなりかねない。この3つから園崎家が古出家に敵対する意味がないんですよ。でも実際このたたりに対する畏怖心のおかげで園崎家の求心力は高まったんだろう。だったらあながちメリットはなかったとは言えないんじゃないか。そうですね。でも同時に園崎自身の身動きも取りづらくなった。最近の園崎家は内緒ですよ。お姉の話だと近い将来近辺の高速道路建設を受けて村全体を変えようとしているそうです。でもたたりの所在のおかげでそれを公にできない。もしも事故があったりしたらすぐにたたりのせいにされてしまいますからね。最悪の場合園崎が第二の北条家になる危険性もはらんでいるんです。ということはひょっとしてこのたたりのシステムを生み出した奴はこの雛見沢の環境が変化することを望んでいない、だから村人の行動を無意識のうちに縛り付けているってことか。そうですね。高野さんの理論は突拍子もない話ばかりですが、案外この連続事件の裏にあるもの、もし偶然じゃなかったら一筋縄ではいきそうにないですよ。確かにな。それはそうと、ちょっとリカちゃまのことで気になる話をと。サトコとリカちゃまなんですが、週に一度くらいの割合で入江診療所に通ってるそうなんですけど、ケイちゃん知ってましたか？え、いや初めて聞いた。どこか具合が悪いのか？サトコから聞いたんですが、どうやら新薬の実験のアルバイトをしているようですね。監督が薬剤の投与によるデータを逐一取っているそうで、かれこれもう3年近くも続けているらしいです。それで当面の生活費とかを稼いでるって言ってました。その話誰かに言ったか？え、いえまだ誰にも。ケイちゃんが初めてです。じゃあしばらくここだけにしておいてくれ。
ミオンにも黙っていてほしい。それは構いませんけど。いいんですか、兄さん。今から恋女房の妹と秘密の共有なんて先が思いやられますよ。なんでそうなる。冗談ですってば。もう すみません先輩、そろそろ業務戻りますから。ううん、そうじゃなくて、園崎さんに電話よ。笠井さんって人から。笠井から？そろそろ時間かな。ケイちゃん、大変。どうした、師匠。マミヤリナが。マミヤリナが殺されたそうです。今、仏が上がったって。まさか。先に言いますが、園崎は違います。笠井は奴を脅しましたが、頃合いを見て別の店に移すつもりだったそうで、手は出してません。ケイちゃん、そんなことよりも聡子です。リカちゃまは家ですか。いや、今日は渡流しの打ち合わせだから集会場のはずだ。電話番号は。わかります、すぐに。あの、すまない。え？今、君たち、リカちゃんって。サトコ！サトコ！サトコ、今日はお使い、僕が代わりますのです。だから家で休んでてもいいのですよ。大丈夫ですわ、リカ。もう頭痛も抜けてきましたし、ちょっと外を歩く方が
気分も良くなると思いますわ。無理をしてはダメなのです。やり合いが終わったら僕が買い物に行きますから、おとなしくしていてくださいなのです。もう心配性ですわね、リカは。ですけど最近連日打ち合わせと練習で忙しいリカに、そうそう負担ばかりかけてはいられませんわ。いいのです、気にしなくてもいいのです。だから、それに最近ようやくブロッコリーとカリフラワーを小分けするやり方を発見しましたのよ。今度こそ間違えずに買ってきて、リカに笑われないようにしてみせますから、楽しみにして遊ばせ。さとか、女性の死体だって？何でも沖宮の繁華街の従業員らしいね。アパート裏のドブ川に落ちていたって。まだ日は経ってなかったそうだが、泥を喉に詰まらせて窒息死って話だわ。自分から飛び込んだって言うじゃろうが、一体何を考えてそうしたのやら。リカちゃま、大丈夫かい？ないえ、こんな話をこの場所で話すか。外で話したらええんじゃ、このバカだれ。リカちゃま、大丈夫じゃね？ちいと若い衆がしょうもない噂聞きつけただけじゃき。
リカちゃま。もうあの北条鉄平には関わらん方がいいです。見たのですか、サトコ。鉄平が来たのですね。どうして、どうして止めてくれなかったのですか。申し訳ないです。すみません。謝るくらいだったらせめてかくまってあげても。リカちゃま、もったいないです。リカちゃま、佐藤君。あの、リカ？佐藤君、こんなところにいないで、お家へ帰りましょうです。リカ、私、今日からこっちの家で暮らそうと思いますの。私のおじさんが帰ってきましたの。それで、こっちの家で一緒に暮らそうって話になりまして。それは、サトコの本心なのですか？鉄平と住むこと、あなたが望んだのですか？でも、どうしようもありませんわ。リカの家帰っても、連れ戻されるだけですもの。リカに迷惑がかかってしまいますわ。
さとこ、何ねほったらかん。どこ行きよんねん。なあ、なんじゃよ踊りは。お友達と会っただけですのよ。すったらんどうでもええんねん。それよか風呂おけ、磨かんかい風呂おけ。わしは風呂に入りたいしちゃったな、こら。待ってください、佐藤君。遊びの約束だったかい。すまんの、ちょいと佐藤子はうちの片付けで忙しいよ。わしは佐藤子のおじなんね。ちょっと長いこと出張に出とってん。ようやく雛見沢に戻ってきたわけなんよ。出張？どこに行ってたのですか？ああ、んなこと関係ないじゃろうが。に、初めて知りましたのです。同居人の女性の家でゴロゴロするのが出張なのですか？ああ、何抜かしとんじゃこら。捕まえたらぞ、こら！風呂沸かせんか、この。リカ、逃げて。早く逃げてくださいませ。しゃらしや、かな。逆らうか。
行きましょうなのです。サドカ、リカ、さあ早く鉄兵が動けないうちに。リカ、あなたのお気持ちは嬉しいですわ、すごく。だけどあなたは耐えることが、サトシへの贖罪、そして自分が強くなることだと思っているのかもしれない。でもそれじゃ誰も喜ばないのです。みんな救われないのです。サトシだって。耐えて辛抱して何が生まれますか。あなたは前に自分が頑張らなかったからサトシがいなくなった。だから今耐えるべきだと思っているのですか。それは違う、間違っています。サトシの頑張りは耐え続けることじゃなかったのですよ。むしろあなたを守るために勇敢にその身を投げ出して戦い続けることだったのですよ。リカ、ここに来るまでに見ましたですか。あなたを鉄兵から守ろうとして今まで冷たいと思っていた人たちが立ち上がってくれました。それが迷惑をかけることだと感じたから、あなたは抵抗せずにこの男に従った。でも迷惑をかけたり助けを求めることは決して悪いことじゃないのです。本当にいけないのはそれだけ身を投げ出して戦ってくれた人の思いと努力から顔を背けてしまうことなのですよ。思い出してください、サトコ。あなたは覚えているはずです。たった一人で大人たちに立ち向かい、あなたを守り続けた兄の姿を。そしてゼロからたくさんの力をかき集めてあなたを救い出した勇気あるもう一人の兄の姿を。それでも最後まで諦めずにあなたのことを思ってくれた人たちのことまで無視し続けるのですか。王女サトコ。いいかサトコ、もう全部決着がつくぞ。お前がうんとうなずけば下根市の市長までもがお前を助けてくれる。へえ、すげえだろ。その崎家が全部手回しをしてくれたんだ。ミオンのばあさんがそこまで動いてくれたんだぜ。確かにダム戦争以降、ひなみざわに北条家の娘だというだけで里子を無視したり冷たくする奴らがいたのは事実だ。俺は鈍感だから気づかなかったが、里子は毎日そういう人たちの冷たい目線に傷つきながら生活してきたんだよな。でもな、そんなのは全部俺たちがぶち破ってやった。もうひなみざわには誰一人お前のことを見捨てようとする奴はいない。お前に見せられないのが残念だぜ。今俺たちを応援するためにひなみざわから200人以上の人が集まってる。明日の綿流しの祭りの準備を放り出してお前を助けるために相談所へ慎重に集まってくれてるんだよ。思い出して、手を伸ばすのは助けを求めることじゃない。一緒に。おっと、どこ行くんじゃねえ、サトコちゃん。ああ、
頼ってくんなよ、小娘が。なんなら一緒に遊ぶか？てっちゃんに手向けるとは、さすがお社様の使いだね。ガキャマジでわしを舐めくさりやがって。リカやめて、もうやめてくださいませ。切れたてっちゃんは止められんからの。しかし大丈夫か？あれでも村の守り神じゃの。万一の時は問題になるぜ。まあ、やばくなったらその前に止めりゃええわよ。いいか、逃げて、早く逃げて。やる気か？本当にぶち殺されたいか、おら！お願いです、おじさま、おじさま、リカを許してあげてください。お願いです、私ここに行っちゃダメです。サトコ！リカずっと行くわ。あなたを助けることができないって諦めていましたのです。でも今は違いますです。意志の強さがあれば運命なんて関係ない。福禄王子だって突破してみせる。そしてその意志に基づく行動が全てを開く。その証拠をあなたに見せてあげますです。僕が今ここで。倒れるもんか。絶対サトコを連れて帰る。ん？じゃあどうら。ごめん、リカちゃん、待たせた。圭一！
遅いのです。もう少し空気を読んでほしいのです。僕が大怪我したら圭一はどうしてくれるのですか。悪い、本当にすまなかった。でももう大丈夫だ、サトコは俺たちが守ってみせる。多くは言わん、サトコを話せ。それとも地獄を見てみるか。ああ生言ってるな、こんがけ。いでも踊るか。ガキ一人で俺らに何できると思っとんじゃ。骨叩きおっちゃら覚悟せえや。生きがるな、コッパ。女の子の背中に隠れてでなきゃ偉そうなことも言えないのか、この臆病者が。徒党を組むのは悪党の上等だが、人質なしだと喧嘩も売れないた、とことん見下げ果てた奴らだぜ。な、なんじゃとおら。なれ、死にさらせやがら。遅い、遅い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 。レナのパンチに比べたら一人スローモーションの超三流コント並みに止まって見えて間抜けだぜ。うわ、てめえ舐めさらしちゃっとぶち殺すぞ。この野郎が舐め腐れよって、もう手加減せんが。くそ、信じろ、サトコ。サトコ、いいか、俺たちはお前を助けるって決めたんだ。誰かの意志でも運命でもない、お前に救いを求められたからでもない。これ以上お前が傷つけられるのを見たくねえ、いつか救い出すなんて自分を慰めたくもねえ。だから俺たちが自分で決めたんだ、お前をここで救い出すってな。ケミチさん、サトコ、耐え続けても神様ってのは忙しすぎるから、なかなか簡単には奇跡なんて起きないんだ。それに溺れてるやつを見つけても俺の手はこれだけの長さだから、伸ばしてくれなきゃ届かないんだ。だから諦めるな、そこから手を伸ばしてくれ。俺は諦めない、お前を救い出す気持ちを絶対に曲げたりしない。だからサトコ、お前も勇気を出して強い意志を俺たちに見せてくれ。信頼に応え合ってこそ仲間ってやつだろ、俺たちは仲間だろ。ケイチさん、ケイチさん。
思い出して。手を伸ばすのは助けを求めることじゃない、一緒に戦うこと。さとこ、さとこ、負けるもんか。お前なんかに負けない。私はお前なんかに負けない。お前なんか大嫌いだ。絶対に負けてたまるか。じゃとら、ないですわね、この運動不足の中年さん。じゃっと、おらな、ほどよく吠えると言いますが、まさに典型ですわね、おじさまは。やかましいわから、こん恩知らずが親殺しの分際で。偉そうなこと言える立場か、グラー！てめえな、金目当てに親を川に突き落としたんだろうが！やめろそこまでだ、北条鉄平。リカちゃん、赤坂、助けに来たよ。リカちゃん大丈夫か。
遅れてごめん。もう安心していいから。赤坂北条鉄平、それにその一味だな。警察だ。麻薬取締法違反の容疑および傷害の現行犯でお前を逮捕する。なあ、待て、逃がすな。大丈夫か、リカちゃん。僕は大丈夫なのです。それよりも徹底を追わなくていいのですか。ああ、それは大石さんたちの仕事だから。ですよね。赤坂さん、私のセリフを取らないでくださいよ。警視庁の人間に地元の犯罪者を逮捕する権限はないでしょうが、しかも麻薬取締法違反って令状もないのに嘘言っちゃいけませんよ。それって、警官が嘘をつくなんて日本の警察もおしまいなのです。でも反応したってことはあながち白ってわけでもなさそうだな。大石さん、念のために家宅捜索を。だから令状もなしでできませんって。あなた本当に国家公務員ですか。調書で辻褄を合わせれば何とでもなりますよ。違いますか。あなた、しばらく会わない間に随分狡猾になりましたね。熊ちゃん、せっかくだから何人かを中に入れて調べさせてくださいな。了解っす。大丈夫ですか、圭一。ああ、これくらいはへでもないぜ。サトコ、どうしたの、サトコ。何も。サトコ、しっかりして。